13節 50m バーで対決。前節も雨やったな。いやでももう梅雨ですから、今日は関係ないですよ雨とか。技術だけ、キックの技術だけ。ありがとうございます。でも現在の勝ち点は7 17 19 26。おっと、でもこれなんかリク独走。あ、7です。ケイゴの優勝がなくなったんだよ。ああ、そうっすね。ハッティーウィン。一生。マスターの上や。一生。本日もシンプルに、遠いとこからバーに先に当てた人が勝ちです。2位にするのか、もう、立ち上がり中に。長い長い。あ、ビビってる。奇跡の1を信じて全部最高。あ、奇跡の1ビビってるよね。だから、昨日1だったの。いやいや、去年か、おととか広島でやったのを計算して、あれ40分くらいかかってたから、1位。そんな時間かかった。あれ、めちゃくちゃ時間かかった。これもう、チーでも OK ですもんね。チーは OK だよ。今日聞こえない。ないからね。じゃあ目視の地よ。いやない。いやないです。もうめんどくさい。翔平君判断でいい。そう、もうめんどくさい。翔平が審判。これは当たったでしょは。じゃあもう当てて。ちゃんと。まあよね。クロスバーはオッケー。この太線の面積だった。そのまんまね。横も。さあ行きましょう。はい。じゃあ俺2番。おさ。2。これ4。はい。練習せんでええやろ、もうアップなんだからな。練習しながらアップしてって。ウィッチ、俺はアップラッシュ普通当てちゃうから。俺の映る鮭、ほんまこれで終わるけど。いきまーす。やばい。うおー、ポスト。これ、オッケーですか。どうですか、あれありですか。いや、あります、この対決で。いやいや、もう大事ですよ。いや、この対決乗っけましょう、ちゃんと。あんま飛ばない日だ。ボールちょっと重くなってる。うん、これ届かなかったら自分切るあれ、そのシンプルに。うわー、ゴリアってたー。いや、そうかそう。うわー、つまり9番アイアンのイメージ。上から落とす。あ、じゃあお前ダメだ。お、今あるの。横パスト、横パスト。いや、今いるの。お、今あるの。結構大事よこれ、俺後半戦に向けて。VR なしって言ったんだけど。気をつけまあまあまあ、しかもあいつ目視してたけどな。あの距離で。どうですか第4審。バーってどっちの。うわー、上がってる。ほぼ勝ち点さ。うわ、一番取られたくないやつが取りやがった。俺からしたら確かに、とりあえず上のやつだったのに。あ、ないないない。うおー、やばい。え？誰？うお！あー、怖い！こいつだけは怖い！知念勝ち点3です。いや、それ、待って、いくな。うおー、今日上手くないか。ちょっと、ちょっと、ちょっと、めっちゃ巻いてくるやん。確かに、めっちゃ巻いてる。やばい、やばい。うわあ、今あると思った。あ、なんかちょっと痛い。うるさいな。うまい。うまいな。うわ、当たってた。高さはね。どういう時リク当たるもん。なんでそう。オーナーシュー。おお。
いい弾道で蹴ってるね。やばい。おお。でかいね。当たってたじゃん、また。なんだ、左くん。わあ、自家しみに来た今。お前、ようその切り方でいけんな。あやべ、集中力切れてきてる。なんでそっちじゃん、いくんだよ。うわ、おい、おい、あるんちゃう、うん、わー、いや全然当たってない、もう好きなとこから蹴ればええんちゃう、横集中力なくなってるで。ボールどんどん重くなってくるんちゃう、これ競技やる日間違えた。これは施設につなげた。俺の使命分かった。今大会の新争いを面白くする。引きずり落とすと引きずり落とす。スポーツでやってる勝ち負けあるしさ、そういうのあるじゃん。最後まで使命があるのよ。試合終わるまでは、ね。そう。リーグが終わるまでは。はい、ということで勝ち点が20。おお。まだ残り5節あるのでぜひお楽しみ。ありがとうございました。コメント、グッド、チャンネル登録、また次の動画お会いしましょう。